てて走る乗り合いバスみたいのがあるんですけれども、それをですね借り切ってちょっとライオン市内のですね鉄道事情をちょっと見てみようということで、これから散策に出かけるところです。で今ちょっとねこのなんだっけピックアップトラックの、ね、前の席に3人で座ってちょっときついんですけども、まあ、でそれで広い後ろには誰も乗ってないというちょっと変な状況で今走っております。で運転手さんもですね場所がちょっとよくわかんないということで、私がですねGoogle マップを使ってナビゲートしながら、ちょっと、いろんな駅をちょっと巡ってみたいと思っております。まずライオン県なんですけれども、1980年代に政府の肝煎りで、推進された東部、臨海工業地帯の、県の一つになります。ここ、ライオン県とそれから、ここに接するチョンブリ県というところですね、その2つの県がメインになります。この工業地帯では主に、自動車産業それから、重化学工業ですね石油化学ですね、そういった、工業が発達しておりまして日系企業の投資も盛んに行われている地域です。特にですね自動車関係の会社はたくさん来ておりまして、日本人の駐在の方たちそれから現地の方たちたくさんの日本人の方たちもこの辺りに住んでいます。ただライオンの方はそれほどでもないですね。チョンブリ県の方に多いです。それから今タイ政府はこの周辺にバッテリー産業を誘致しようということで積極的に今推進しているんですけれども、例えばアメリカのテスラ社電動自動車かな、そのイーロン・マスクさんにも積極的にラブコールを送っているみたいです。でこのライオンそれからチョンブリ周辺なんですけれども、ですね、タイ国の有名な、海のリゾートですねパタヤという町も、ここにあります。それから海軍の基地そういったものもあって、それからあともう一つですね、ウタパオ空港という海軍の空港があるんですけれども、それも、このライオン県かなそこにあります。でウタパオ空港は、海軍の空港で2008年に反政府勢力がバンコクの空港を占拠してしまった時にその代替空港として使用されたことがあります。旅客の飛行機がウタパオ空港に降りてそこからバンコクその降りたお客さんをバンコクにピストン輸送してた、そういうやり方をしてました。でそれ以降ですね、旅客の空港としても検討され、現在旅客空港としては中国それから大国内ですね、そういったところを結ぶ路線が就航しております。でここなんですけども、先ほど説明したパタヤという海のリゾートにとても近いところで、車で約20分か30分ぐらいだと思ったんですけれども、そういったこともあってかなり需要は見込めているんじゃないでしょうかね。そういう空港です。ちょっと私もね、どのくらいの人が使っているかわかんないんですけれども、おそらく中国からの観光客は多いようです。中国の各地、大きな町だけなく地方ですね、海もいっぱい飛行機が飛んでいるようです。現在タイ政府は、バンコク市内の、空港、国際空港、ドンムアン空港、スワンナプーム空港、そしてこのダパオ空港ですね、この 3空港を結ぶ、高速鉄道を、計画しております。で、タイでは、まあ、これ以外に、地方、例えばチェンマイとか、ノンカイで今現在進められている、ナコンラチャシマというところの高速鉄道以外に、この路線も今計画されていまして、ここの路線に関しては、高速鉄道の最優先鉄道という位置づけになっております。ただし工事の方はまだ始まっていないんですけれども、今年2019年に、先月ぐらいかな、まあ、入札、第1回目の入札が行われました。ウタパオ空港に通じる鉄道なんですけれども、タイ東線のバンプルータルワン線ですね、海岸部の方を、
南の方に下ってくる路線なんですが、そこの延長上にあります。今現在旅客の最終駅はバンプルータールワンというところで、そこからさらに先にサッタヒープ港、港ですね、それがありまして、それは軍事用の空港と港なんですけども、そこに鉄道が乗っております。その途中にウタパオ空港があります。それからもう一つの路線、バンプルータールワンの手前にジャンクションがあるんですけれども、そこから、バンコクからだと左の方に、なんていうの、分かれていく、支線がありまして、その、最終駅が、どこだっけ、これから行くマブタブットというところになります。このマブタブットというところ も、一番先はですね、港マブタブット港というところになって、その、貨物のターミナルの手前にマブタブット駅というのが、あります。今日はこれからそこに行って、それからもう一つは、これウタパオ空港の近くに行って、そして、バンプルタールか、そこの駅までこの車で、移動することになります。というわけで、現在ラヨン県にはですね、定期旅客の、現在ラヨン県には定期旅客の、列車は、入ってきておりません。臨時ではちょっと入ってきてる、という話は聞いたことあります。というわけで、ライオン県には、将来的に、旅客列車が入ってくるだろうと考えられております。高速鉄道に関しても、ライオンまで進延させようという話もあるようです。現在話をしているうちにですね、マブタプットの工業団地の中に入ってきました。でこの、我々が走っている左側が、鉄道になります。ちょっとね、雑草というのが木が生えていてちょっと見えないんですけど、そのすぐ向こうにレールが走っています。このように工業団地の中なんで、工場がたくさんあるんだけれども、やっぱり石油化学が多いせいか、なんか高い、煙突みたいのが、いろいろ見えて、そういう工場が多いようですね。私もここの工場団地に入ったのは今回が初めてです。ねえ、踏切、あ、本当だ、ここに踏切がありますね。ちょっと思えばね、ねえ、アルスターン、あ、本当だ。今ね、右側にね、なんだっけ、機関車が、1台止まってるのが見えました。行けるんだよ。PTT です、対石油公社の、これは何だ、石油タンクなんだ、ガスタンク、石油タンクですね。そういったものも見えます。タイで一番大きな、石油関係の、会社ですね。まあ、タイだけじゃなくて、まあ、先日カンボジアに行ってきたんですけども、カンボジアでもガソリンスタンドの経営なんかもしているようです。この向こうに、橋があって、左側が海、港、あ、ありますね、ありますね、看板、ほら、サタン6杯レールウェイステーションがあるでしょ、ミミミ、ここにレールウェイステーションの看板が見えました。で、旅客の駅はここから左側に入っていくということなんだけども、ちょっと道が未舗装の道路ですね。まあでも一応、綺麗には整備されている道です。よいしょ。あ、一応これ舗装されてますね。あった。
駅はあります、あります。ちょっとこの先に見えるんだけども、ここで何かコンテナの出し入れを、あのなんだ、積み下ろし、あ、ここにありますね。シーソー、そうですね。というわけで、駅の、なんていうのかな、看板もあって、こんな感じで、なんか見た目にはね、ちょっと旅客の駅に見えるんだけど、こんな感じです。ですね、ちょっとね、方向感がね、ちょっと分かんなくなっちゃいまして、これを見るとね、今私がこの看板を見ているところから、右側が、あのポートの方なんですけども、私は逆かと思ったんですが、まあこんな感じで、この駅には定期旅客の列車は走っていないんですけれども、臨時列車とか、もしくは団体なんかでここに入ってくることはあるようです、という話、という内容のことはインターネットで調べてみたことがあります。まあ一応旅客の駅舎みたいに見えたんだけれども、やっぱりあれですね、チケットの窓口はなかったです、ありませんでした。で、駅の横ではこのようにですね、コンテナの積み下ろしをしておりますね。こんな感じの駅です。面白かったですね。こうなってるんですね。それからもう一つ忘れてたんですけれども、東部臨海工業地域にはタイで一番大きな浸水湖ですね、レムチャバン港がありまして、そこにはタイ国鉄が乗り入れて、貨物輸送を行っています。まあ、そういったこともあって、この東部臨海工業地域を、走る路線というのは、貨物の需要が非常に多い路線です。それに比べて、旅客の方はですね、1日に、1往復という、すごく寂しい路線でもあります。現在バンコク方面からの高速道路が、この辺りまで進延して、現在それの建設中です。あ、これはちょっとね、私も知らなかったんですけども、いや、ちょっと看板が見えたもんで、ビデオを回しております。今の高速道路、建設中の高速道路ですが、おそらくバンコクから、こちらの方につながるモーターウェイという、高速道路が今あるんですけども、それの進延で、ここ今先ほどの場所がですね、ちょうど、ラヨン市と、それから、どこだ、ウタパオ空港か、今これ我々が向かっている、そこの間のところにちょうど、なんていうの、ジャンクションがありました。今走ってる道路がね、この道路がスクンビット通りっていうね、バンコクからずっと東タイの方ですね、伸びている道です。これがずっと行くとですね、昨日我々が通った国境ですね、あそこまでこのスクンビット通りは続いております。ウタパオ空港がですね、左の方に見えてきました。あの旅客がですね、結構何台だろう、ジェットアジアっていう、これタイの資本、タイの資本だけども、なんか中国の間を確か運行しているような会社ですね。でこちらの方が、海軍の、方の入り口ですね。で旅客の方の、空港への入り口は、また別のところにあります。ウタパオ空港のここがターミナルなんですけれども、ちょっと中に入ろうと思ったんだけども、あんまり時間がないんでもう行きます。いや、ここにね、私もね、初めて来たんですけども、こういう空港だったんですね。まあちょっと外だけ見れただけでも、今日嬉しかったです。でも中に入れなかったのはちょっと残念。
で先ほども説明したんですけれども、高速鉄道プロジェクト、バンコクの、市内にある、2空港とそれからこのウタパオ空港を結ぶプロジェクトですね。その、なんていうの、ウタパオ側の、目的地はこのウタパオ空港ということになります。左の方ですね、南の方に南下しているんですけども、ここまで来るとですね、もう一本ですね、鉄道が見えまして、ちょっとここからだと見えないかな、これがですね、今サタヒッポーに行く、路線になります。昔ね、この辺に駅が一つあったんだけども、ちょっとね、うろ覚えで見当たらないんだけども、どの辺かな、ちょっと多分時間がないんで今日はね、これ紹介できないけども、あれかな、違うか、あれって駅に見えるけど、そうかな、なんかこれは駅っぽいですね。そうですね、これが駅ですね。 OK か、なんてちょっと重くない、この路線が、バンプルウタールワンから、こちらの方に、サタヒープの軍港に向かっている路線です。で、ここを見るとですね、ここの敷地はやっぱり、海軍の、敷地なんだそうで、こういう、なんていうのかな、トーパパー、これね、ここに水道が埋まっているみたいなんだけども、それが、海軍の所有だということを表しています。それでここにですね、停車場がありまして、ここがね、サメさんというこの地域の名前の、これ停車場ですね、駅ではなくて。でさっき Google マップで見たら、ここが出てこなかったんで、ちょっと私もね、3年前に来たんだけれども、ちょっとうろ覚えでちょっと車を走らせてきたら、ここにありました。ただし、3年前と違うのはですね、3年前はね、ここほぼね、泥に埋まっていたんですけれども、駅舎も含めてですね、これ新しくしているようです。でそうですね、だから、鉄道の方、レールの方も駅舎もですね、これ新しくしています。で人は基本的に、ね、ここは、なんていうの、旅客は、ね、ここまで来ないんですけども、もしかしたら人が来るのかな、ちょっとそれは分かりません。ただ基本的に、定期便は走っております。ただしこのサメさんというところ、この辺りですね、確か観光地になっていたようで、ここからさらに先になんか観光地があったような気がします。ちょっとうろ覚えですけども、この辺面白いですね。私もね、1回しか来たことないんだけど、こうやってちょっと歩いてみると、でこっちに山がありまして、そこの山の上にですね、レーダーがあります。おそらくここの山もですね、これ海軍の敷地なんだと思います。というわけでですね、ちょっとライオン県のあの、なんていうの、鉄道路線巡りはこれで終わりにしたいと思います。ちょっとね、あの駅の入り口をちょっと間違えちゃいまして、これ今バンプルータール湾にいるんですけども、裏から入ってきたらこんな、ぐちゃぐちゃな道になってしまいました。というわけでここで終わりにしたいと思います。というわけでここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。